10代目、山村にハリロー3月2日昭和39年10月2日は、日本の政治家、実業家、元衆議院議員、予算委員長、議員運営委員長、自由民主党の国会対策委員長等の要職を歴任し、池田内閣において行政管理庁長,長官を務めた。他に、サハラ造船社長、山村産業社長、会長も務めた。 淀ドハイジャック事件で運輸政務次官として乗客の身代わりとなったことで知られる山村真次郎の父、千葉県佐原市出身、仙台にハリ郎の長男、佐原中学卒業、肥料、米国省を経営、千葉県議を経て昭和21年以来千葉県から衆議院、議員当選9回、第2次池田第3次改造内閣、第3次池田内閣で、 行政管理庁長官を務めた。新東京国際空港建設にあたっては、富里村への空港建設を支援し、北総の発展のためだ。必ず半あたり100万円を取ってやると農民に、と言って回った。昭和39年10月2日、56歳で死去。死後、肖像位、君位等極実大受賞を追贈。後継候補として、息子の11代目。 山村慎次郎が出馬し、当選を果たした。趣味は、スポーツ、読書。宗教は、浄土宗。ありがとうございます。